重郎、今度は逃がさないわ。君か。いや、君は16年巻き戻って何も知らない森村千尋だったな。残念だよ。私とあなたに何があったの？君と俺は愛し合っていた。そして二人で世界を救うために奔走した。でもそれは無駄だったんでしょ？全部がそうじゃない。真実は見つけた。俺たちは壮大な計画の一部にいるんだ。今の君では説明しても理解できない。計画に修正が必要だ。悪いが行かせてくれ。こっちでも大量殺人をやるつもり？一緒にこっちに来た4人をすでに殺してる。一緒に？いいや、俺は最終戦の前にセクターゼロに複製を取った。あそこで俺にできることはもうなかったからね。他のやつがどうなったかなんて知らない。井田君の話と違うわ。あいつか。何を言っても信じられない。25歳の君は言っていた。出会った頃から俺が好きだったと。君もそのはずだろ。道を開けてくれ。ダメよ。夢なんかじゃない。もう一度理科室からあそこに行けるか試してみよう。彼を探すのよ。ところでおさみちゃん、突然学校を休んで。あ、ダメだ、理科室鍵がかかってるんだった。どうやって理科室に入ろう。何かあったの？美和子、そのなんだ、うさみちゃん、やっと起きたか。いおり、そんなに寝れるのはもはや才能だよ。へへへへ、もう大丈夫。そっか。みわちゃん、おはよう。いおりちゃん、さっきの授業中すっごく船こいでたでしょ。先生また睨んでたよ。あちゃ、知ってる？うさみちゃん、今日理科室の掃除当番俺じゃん。あそこ器具洗ったり面倒だよな。あーやだやだ、せめてもう一人の当番は可愛い女子にしてくれ。そのあたりか。よかったな、お前とは趣味合わねえ。今日の理科室の掃除当番ミワちゃんなんだ。ネンジ君も休んでたんだよ。ミワちゃん、理科室の掃除当番だよね。そうだけど、お願いがあるの。何するつもりかわかんないけど、薬品とかは危ないよ。違う違う、大丈夫。ちゃんと戸締まりしておくから任せて。じゃあ私ゴミ捨て行ってくるから、あとよろしくね。美和ちゃん、ありがとう。よーし。確か前はこの辺りが光ってて、何かあるはず。絶対にある。
ゃない。もう開けゴマ。正門証拠上級管理 ID 承認。で、出た。本当に出た。あれは夢じゃなかったのよ。なんだかわかんないけど、前は確かこの辺りをこんな感じで、さあ彼のいる未来へ連れてって。また逃げるつもりか、俺から。まさか426、あなたを捕まえる。426、同じやり取りの繰り返しだ。もう残された時間はない。俺と来てくれ、守ってみせる。お願いだ涼子。やめて、私を惑わせないで。元のセクターに戻るんだ。仕方ない、送り返してやる。